皆さんこんにちは。今回は第4回総集編としてパート39から52までの振り返りと今後の制作予定について紹介します。では早速ですが振り返りです。パート39から52まで全体的に見返すと、なんかいろいろやっているというか、まとまりがないというか、まあやりたいことをやりたいようにやっていた、そんな制作期間だったと思います。まずパート39、40ですが、ここでは検証として大直など、CPU 台周りの冷却について扱いました。大直についてはだいぶ以前のパート16に一度挑戦したのですが、うまく冷やせず失敗したので、パート39でリベンジしました。以前の失敗原因はおそらく、使用した水枕の金属ブロックが CPU 台よりも先に別の部品に接触してしまい、CPU 冷却、大直にとって重要となる CPU 台と金属ブロック間の熱伝導、接触状態が良くなかったためだと考えました。そこで2度目の挑戦となるパート39では、当時制作中だった自作 CPU クーラーの金属ブロックを調整し、他の部品に当たることなく確実に CPU 台に接触できるようにして大直に臨みました。でしたが結果は変わらず、その大直でも冷却性能の向上は確認できませんでした。原因としてはいくつか思い当たるものはあるのですが、正確には分かっていません。分かってはいないのですが、また大直に関しては挑戦したいなぁと思っているので、しばらくしたらまた検証という形で大直関連をやるつもりです。パート40では CPU 台周りにサーマルパッドを設置し、CPU 台の上には普通に CPU ブリスを塗布した、ハイブリッド利用と呼んだものを試しました。熱伝導に関わる面積を増やして、CPU の熱をよりスムーズに移動、冷却を良くしようと試したものでしたが、結果としてはうまくいきませんでした。ただこちらの原因は見当がついています。サーマルパッドが CPU 台よりも厚かったので、パート16の大直の失敗と同じように CPU 台上の接触がうまくいかなかったためだと思います。当時はちょうどいい厚みのサーマルパッドが見つからなかったので、ダメ元での検証でしたが結果ダメだったという感じです。ちょうどいい厚みのものを探すという難しさもありましたが、というかちょうど良かったにせよそれでうまく接触、密着できるかは別の話でしょうから。サーマルパッドと CPU グリスのハイブリッド利用自体が最初から困難なやり方だったのかもしれません。ただこの検証も今度続きを行う予定です。パート40の動画にてコメントでアドバイスをいただいたので、それを参考に再挑戦する予定です。先ほどの大直や、この CPU 台周りの熱の伝わりは CPU 冷却にとって1、2を争うほど重要でしょうから今後も考えていきます。次にパート41から43で制作したのが、低圧水冷と呼んだ冷却方式です。低圧水冷はパート37までにやっていた沸騰を用いた冷却と、カスタム水冷で使うポンプによる強制的な冷媒循環を混ぜたような製作です。これまでの自作 CPU クーラーでは冷媒循環に重力を使って自然任せにしていましたが、これだと冷媒循環が心もとない、となりまして。じゃあポンプを使って供給しよう。ポンプには PC 水冷用のものを使うのだから、構造はカスタム水冷を元にしよう。という感じでカスタム水冷のパーツを使って強制的に冷媒循環をさせつつも配管内は低圧化。ヒートパイプらしく総変化、沸騰も使えるようにした低圧水冷を作りました。これを製作する際は結構ドキドキでした。当時は PC 水冷のパーツが低圧、真空引きに耐えられるかわからなかったんです。特にラジエータなんて真空引きで潰れちゃうんじゃ、と心配していましたが、意外にもラジエータは強靭で、問題なく真空引き、冷媒循環ができました。この経験が以降に製作したラジ HP にもつながっています。なお低圧水冷の動作や冷却性能は概ね良好でした。ポンプによる低圧水の循環を確認できましたし、そんな流動する水の中でも CPU の発熱によって沸騰が確認できました。それでいて冷却性能はカスタム水冷、市販の空冷 CPU クーラーと同等でした。意外とうまくいくもんですね。低圧水冷の後、パート44には粉流と呼んだものを作りました。基本的には低圧水冷と同じ、低圧、低沸点化した水をポンプで循環させ冷媒循環と総変化、2つの熱移動を使うことができる冷却なんですが、粉流ではその水を金属ブロックに当てるように流す、衝突粉流という流し方をさせました。衝突粉流にすることで総変化、蒸発で生じた蒸気が低圧水冷よりもスムーズに放熱部まで移動できる、できればいいなぁという感じです。
実際の動作としては衝突噴流は問題なく作れた上に沸騰らしき水の飛び散りが確認でき、冷却性能も低圧水冷と同じくらい、不思議な冷やし方になった噴流でしたが、なかなかいい結果でした。という感じで低圧水冷、噴流と順調に来ていた製作でしたが、ここで失敗、というかつまずきがありました。当初パターン4として計画していた噴霧冷却が作れなかったんです。噴霧は霧吹きみたいに液体をミスト状にして流すことを指すんですが、当初は噴流の後に噴霧を試すつもりでした。でしたが噴霧させるノズルが水圧を要するタイプだったためか、水をまともに流すことができず、中止しちゃいました。噴霧なら衝突噴流よりもさらに蒸発させやすいと思うのですが、その霧が作れないんじゃなーって感じです。おそらくポンプかノズルを変更すれば実現できそうなんですが、これといった代用品が思い当たらず、今は保留しています。という感じでパターン4の噴霧は実現できなかったのですが、パート45ではそこまでに製作できた低圧水冷と噴流、さらに沸騰タイプの自作 CPU クーラーも含めて、普段よりも高発熱な動作確認で冷却性能を比べることにしました。この動作確認を実施した経緯として、先ほどまで低圧水冷の冷却性能が良かった、市販品と同じくらいだったとか話しましたが、あまりにも同じような性能だったので違和感を感じたためです。低圧水冷も噴流も、さらに比較対象にしていた市販品もカスタム水冷も同じような冷却性能になるのは不自然じゃないですか。これって CPU クーラー以外の部分にボトルネックがあって、 CPU クーラーの要素影響が見にくくなっているんじゃ。じゃあ CPU クーラーの性能差が出やすい高発熱な状況にしたら違いが分かりやすくなるのでは。ということで、普段実験用として使っている CPU、インテルの Core i7-6700K をメイン PC で使っている Core i7-9700K に変えて、普段よりもより高負荷、高発熱な動作で CPU クーラーの冷却性能を測りました。で、結果なんですが、うまくいきませんでした。途中までは順調に動作確認ができて、最大で CPU 消費電力 232W の状況下で冷却性能を計測できたのですが、続けていくと徐々に高負荷、高発熱の動作設定でベンチマークが完走できなくなっていき、中断する直前には 140W ほどの動作でも不安定、定格で 120W ほどだった 9700K でより高発熱な動作をさせようと無理なオーバークロックをしたためか、安定した動作確認が継続できなくなってしまったんです。最終的には一応メイン PC の CPU でもあったので、故障を恐れて中止となりました。中止となったものの、途中まで計測できた範囲でも有意義な発見はありました。普通のカスタム水冷と自作の分類に入る低圧水冷、この2つの冷却方式で CPU 消費電力 200W 近くまでの動作確認ができており、さらに噴流でも 140W までの動作確認ができたので、それらの結果から、試した冷却方式、消費電力の範囲ではカスタム水冷が一番冷える、そう分かったんです。つまりは自作はカスタム水冷に勝てていないということでもあり、この点は正直残念でもありましたが、いずれの結果にしても今後の製作としては参考になる知見を得られたと考えています。市販と自作、どっちがいいかわからない、よりは、市販が良さそうだから市販品をメインに検討しよう、そう叩き台があった方がやりやすいです。それに低圧水冷でも 200W レベルまで崩壊することなく冷却を維持できたのも嬉しかったですし。まあ、その上で自作が一番冷えていたら最高だったんですけどね。パート46から52では PC 水冷用のラジエータをヒートタイプ化した製作、ラジ HP を作りました。低圧水冷でラジエータは真空引きして大丈夫と分かりましたが、単体でも密閉容器になれるラジエータならこれごとヒートタイプ化できそうでした。さらにもともと放熱部品でもあることから CPU 冷却にとって重要な放熱も担えます。ということはラジエータをヒートタイプ化して、CPU の上に設置して、放熱させたら実質空冷 CPU クーラーになるんじゃ?という思いつきで始めた製作がラジ HP でした。最初は何の加工も施さずただヒートタイプ化して設置しましたが、以降に加工、調整を何度か実施し、最終的にはそれまでに製作してきた自作 CPU クーラーに肉薄するほど冷却できる、自作の空冷 CPU クーラーにすることができました。自作 CPU クーラーを製作していた最初の頃、パート28くらいになりますか。その頃は自作で空冷は難しいと考えていましたが、PC 水冷用のラジエータなら意外なほど簡単に、空冷 CPU クーラーを自作できました。
その後パート50から52ではラジ HT でやってみたかったこととして、ファンレス運用やマルチファン運用を試したり、実作空冷の携帯のラジ HT で水冷を試したり、ラジ HT の別案として考えていたカスタム空冷なんてものも作ってみました。ファンレス運用は複数回ベンチマークを行うとさすがに高温になりましたが、他はほとんど問題なく冷却できました。案外 CPU 冷却における自作の量分、これは広いのかもしれません。まあ実用性とかは皆無の、実験的な装置でやった動作確認ですから遊びの域を脱しませんが、そんなことを思えた制作でした。当初は番外編として始めたラジ HT でしたが、ラジ HT で得られた経験、制作は今後も活用していこうと思います。というか次回以降もラジ HT の構造は使っていくつもりです。内容はラジ HT メインではないですけど、やっぱり放熱に水冷を使わずに空冷だけで済ますことができるというのは、準備や清掃など作業的に楽なんで非常に便利です。という感じでいろいろなものを作って試して、いろいろ経験できたパート39から52でした。振り返りは以上。以降は今後の制作についてお話しします。今後の予定ですが、今回もまた変更です。予定していたペルチェ素子を使った制作を先延ばしにして、次回からまた別の制作、検証を行います。制作と検証のどちらを先に行うかはまだ決めていないので順番は仮ですが、内容についてお話しすると、パターン5は新しく計画に追加した冷却方式の制作です。パターン2から4までは当初から計画してきた制作でしたが、パターン5は最近になって実施することにしました。以前から考えていたものの踏ん切りがつかないまま最近まで来ていたのですが、今後の制作予定を考えていく中で一応試せそう、という目処が立ったので思い切って挑戦することにしました。それにパターン5の冷却方式はいずれ行うペルチェ素子を使った制作にも関わるので試してみたかったですし、私自身個人的にどうなるか興味のある制作です。実施が楽しみ。パターン5と順番が前後するかもしれない検証は、またしても大直関連、それと自作 CPU クーラー関連についてを予定しています。大直の話題はこれで3度目になりますが、振り返りで話した検証の続きをやる予定です。自作 CPU クーラー関連の検証についてはまた新しい CPU クーラーを自作して、冷却性能向上に向けた確認をやる予定です。まあ新しい CPU クーラーといっても沸騰を使うヒートタイプがメインなのは変わりなく、コンセプト、見た目、構造が違うだけですけど、以前作った沸騰 CPU クーラーの丸ラジや2モード、みたいな感じで、検証がやりやすいように新しいものを作るという感じです。これが終わると次がペルチェ素子関連ですから、自作 CPU クーラー関連でできること、試したいことを先に済ませようと思います。こんな感じで今後の制作を続けていきます。これまでの振り返り、そして今回更新した制作予定を見返すとこの動画シリーズのタイトル、冷凍庫 PC の冷凍庫はどこ行ったんだというか、本当に久しく登場していませんし、今後もしばらく冷凍庫が登場する予定はない状態で進行していきます。ただそのうち冷凍庫にも出番が来るかどうかは不透明ですが、検討の中ではまだ選択肢に残っているので気長に待っていてもらうとして、今後も冷凍庫 PC の目標、よく冷えて常用できるに向かって、紆余曲折であったとしても気になったことを気ままにのんびりと、作りたいものを作る、試したいことを試しながらやっていこうと思います。相変わらずこんなざっくりとした感じですが、今後ともよろしくお願いします。ではでは今回はここまで。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。